毎度のご引き誠にありがとうございます。ジャズ落語家を勝手に名乗らせていただいております、お調子で森太郎と申します。しばらくジャズのお話にお付き合いくださいませ。ジャズ界の大巨人ジョン・コルトレーン特集が続きます。おやおや、どうしたハッツァン、こんなとこで泣いたりしてみっともないじゃないか。まあこっちを入るよ。おいばあさんや、お茶入れ作れや。でどうしたんだい。ご隠居、あっしはもう生きていく気力も何もなくなってしまいました。あら、まあそれで。なんか癖があって、おらんとこ先月から通ってて、お互いに惚れ合ってて、年季がけたら一緒になろうなっつってて、起床までもらってたんすけどね。ほう、癖号に。そらまあいい見立てだけど、なんかよく聞く話だね。んで今言ったら浅草三軒町の呉服屋の旦那のとこに引き取られていったって。たことは振られたの。振られたんすよ。いや、よかったじゃないの、振られてさ。若いのに身受けなんて野暮なことすんじゃないよ。あんなとかお互いに騙し騙し合って、最後はきれいさっぱり振られて、はいそれまでよっていうのが江戸っ子の粋な遊び方ってもんよな、ばあさん。でも癖があることはあっしは誰よりも好きだったんさ。ああもう若いってのはいいね。おってことはまだ恋の味をご存じないの。せねんよ。あ、いや、ハッツァンや。まあこれでも聞いて失恋の傷を癒しなよな。ジョン・コルトレーン・カルテットのアルバム「バラッド」から「You Don't Know What Love Is」、恋の味をご存じないのね。